皆さんこんにちは。今回も戦国バサラ戦国バサラ2英雄外伝島津義弘編やっていきたいと思います。ちょっとね4と2並行してやってるんでちょっと間違ったりするんですけどご了承ください。今回は島津義弘編やっていきましょう。剣を放せんとよ。はい、難易度は安定の難しいです。島津はストーリー以来使ってないです。いやなんか久しぶりだな。2、4ばっか撮ってたんでさっきまで、んで久しぶりに2やりますね。どうしようかな、どこ行こう。ぶっちゃけどこでもいいんだけど、ザビ行くか。どうだったっけな島津は。ちょっと衣装変えるか。色違いただの色違いで酒瓶っすね。でかくねこの酒瓶、やばくね。なんか指、手貫通してるんだけど手が埋もれてるんだけど大丈夫そう。じゃあこれでちょっと突っ込みどころ満載の武器でいきましょう。ほんと久しぶりだな2は。4ではね、京極マリア使ったんかな。よかったらね、あの戦国バサラ4のね再生リストも説明欄の方に貼ってるんでよかったらご覧くださいね。あなた、はい、パリ紙見えて聞いた人ね。ザビー兄振りが重い、振りがバラ色パワーダイス。何女、あ、待って、これが海の向こうの見てなかったな、こういう技。まあいいや、今度はどげな相手と。ちょっと待って、プレステ3のコントローラーこんな感じだったっけ。敵をよく見なさい。ほう、いいかも。はい、意義あり。貴族は信者を愛していない。そうか、こういう技これ切り替えないといけなかったわ2。本当に今久しぶりに撮ってるんで、前回松だったかな。うん、確か松だったやけど。レディーゴー。よーかー。あ、島津さ、この通常の振り当たんないと、何かしら物に当たらないと通常攻撃発生しないんだね。ちょっと振り落とし、下ろした時の隙がやばそうやな。ただ攻撃力は多分強いと思うんで、かなりで、撮影日がね年明けたんすよ。1月1日に撮影してるんで、皆さん明けましておめでとうございます。去年はどのような一年でしたか皆さん。今さらお前の兵を信者にしてやる。まあ去年はね仕事とか転職したりしていろいろ忙しかったりはしたんですけども、私の科学力見せてあげましょう。まあ YouTube はね相変わらず続けることができたので、まあ途中ねあのサボってた時期もあったけど、モチベーションの問題でね。さあバサラ技打つぜ。よーかー。はい、ザビー教競技第100節。まあ今年は落ち着いた1年にしたいですね。ついでに入信手続き済ませときましたよ。はいよ。こっからの小湯技派生強いな。これが強いのかな。あとで小湯技一覧見てみよう。義弘さん強いね。あれま、開いちゃった。よいしょ。およっどーん。肉体は滅んでも魂は残り。攻撃力強いねやっぱ。おお、これいいかも。はい、このなぎ払いみたいな感じ。おいよ。もう男なら度胸は見せんねえ。度胸は見せんねえ。ほいほい。あ、なんか永遠に湧くなって思ったら
ホラガイ兵いたね。祈ってもダメな時はダメなのです。今ね、新実況ね、サムライ名伝もね進めてるんでね、2月にはライザ出るし、大変だ。やりたいゲーム多すぎる。まあ基本軸はバサラなんで、あとソシャゲもね地味にやってるんでね、ガチャ動画とか、まあ、やりたいことがいっぱいあって楽しいんですけどね。これギロチンいます。当たると痛いね。痛いね。あと年末ガチャとかさいっぱい出て、いいよ。あ、アプリ、あのソシャゲの話ですけど、ちょっとコントローラー変えないな。なんか接触が悪い気がする。拙者、己の未熟さを知る次第でござる。こっちの方がね移動早いんだよな。こっちの方が移動早い気がする。よかーよかー。よし、行こう。なんかプレステ3のコントローラーの感あの接触がなんか悪い気がするんだよね。おお、強い。これちょっとバサラ立つんだね。ここに極まれ、ここに極まれ。なんて言った、幹部になれますよ。もう起き上がってねえど。久々にやったけど2おもろいな。やっぱ実家に腐ったイカを送りましたよ。方にはない謎の爽快感、前もこれ言ったような気がする。却下します。僕は愛を無視している。もう吹っ飛んでんじゃん敵。おお、これでスライディングしながら切れるのいいよね。あとでちょっとこういう技他のやつを見るけど、まだいるかな。いるね。このデタラメな暴れっぷり。あなたなら教祖になれますよ。教祖になれますよ。こっち行こうか。ただここさ、メカサビが辛かった気がするんだよな。一撃、これどうやって持ってんだろうね。なんかカラビンにしか見えないんだけど、ツッコミどころ満載だけど、さすがバサラ。おいおい、ザビー様にかなうと思ったのですか。いえ、思いません。思いません。うわ、これは私への挑戦。よか、お前に判決を言い渡す。懲役100万年。100万年、生きてない生きてない。おい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 、よかよか言うて。さあ、行くぜ。金をよこせ、お年玉をよこせ。ちょっとグダグダしてるわ。はい。あ、次元流ね。そう、島津のこう言わず次元流がついてるんですよね。はい、だきもちいい。おれ、どげんした。はよー、ほいほい。あ、まだギリ生きてんのかよ、ホラガイ兵。エフェクトかっこいいな、エフェクト。はザビー城の噴水に。じゃあ行きますか。経験値1万4000いたして、ね、ここつらいんだよな。でチビザビと、そう2はねダッシュがないからね。
これジャンプでね、避けれるんです。さあ勝負や。おお、世界人類愛みなぎって逃げたよれ。おい、どうして面白か。南蛮兵器の威力ミステリー次元流の。さあこれで倒せる。目には目、歯には歯を、歯には歯。いけた、よかった。起き上がってね。これ武蔵編の時にね、一回敗北してるんですよ、この戦場。よかー、おもろいな、よかー言うて。ガード勝て。100年後じゃったらオモハンもわしに勝てたかもしれんがの。100年後生きとらん、生きとらん。人間の寿命をなめんな。いやいやいや、そっち別の酒あるんかいみたいなね。お、25レベル。はい、はい。あ、これ毛利しかいけない。毛利しかいけんのか、しゃあねえな。ここあんま好きじゃないんだよな。ちょっと移動速度アップつけて、他になんかこれが妥当に強い気がするんだけどな。おー、高波打ち上げ。はあ、え、あ、これね、即死必殺みたいなやつやんな。まあこれと、あ、はーってやつか。ちょっと高波入れてみるか。六神高波に変えてみよう。よし、これでいこう。思ったんやけど、この二人ザビー教じゃん。ザビー教やないかーいって。ここはあんまね、好きじゃないんだけど。船に乗り込め、全軍船に乗り込め、急ぐのだ。何、ガードされた。皆の者、一兵たりとて船に乗せるでない。オッケー、よかよか。何をしておる、進め。恐れなど抱くでない。よし、もう開けてもらって、ドゥルル。じゃん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 ってやつだな。おのおの職分を忘れるな、出撃。これってさ、光っとる右上のマップのさ、こうほわほわ赤く光ってるじゃないですか。こいつらを優先的に倒せるんでしょ。乗船できたぞ、一番乗り。船に乗せるなとあれだけ言ったはずよ。そなたの失策の処罰。多分このふわふわしたやつを倒さんとめっちゃ湧くんじゃないかな。防衛隊長、船に乗ればこっちのもんよ。オッケー。次元のこのシステムが未だ分かんないんだよな。敵だ、敵が来たぞ、早く船に乗れ。早い、毛利軍がもうここまで。おい、いた。援護をお願いします。今行きます。どげんね。あ、弓兵また湧いた。これしき、よし、我は幾度となく乗り越えたわ。ひるむな、乗り込め、乗り込むんだ。行けお前ら、乗り込め乗り込め。
毛利軍と遭遇。まさか作戦が読まれてる。ちょっと待って、なんかめちゃくちゃ湧いてる。オッケーオッケー。せっかくなのさ、全員乗せたいじゃん。さすがは毛利元成。まだ半分。これじゃ高松城攻撃にね発生できないんだよね。敵に当てないと。通常攻撃、ね、赤子のごとく。さすがは御大将。ほら、めっちゃ逃げるやんこいつ。お見事、はい、我らも遅れを取るわけにはいかん。あと2人か。とりあえず急ぎは一人でも100人これいけそうやな。千人力よ。よしよし。うわ、また湧いてる。で、小早川高影いて、よっかー。我が歩んだ道を覆せはせん。我が隊乗り込み完了。次、属性武器にしてみるから。あ、また急に湧いたわ。ここは通路確保しときたいから、とりあえずここ倒して、よーかーしかも、めっちゃこのよーかー好きなんだけど。よーかー、よかー切り。悪いな、手加減ばできんかった。さあ、みんな乗り込め。せめて緩めまいぞ。どう、我らが大将が活躍ぶり、音にも聞け。なるほど、なぎ払い、なぎ払いじゃない、出できるぞ。打ち上げか。打ち上げでなんか波みたいな発生する。船を出せ。それは高波だわ。出航準備完了。よし、あとは毛利を待つだけだ。無様な使えぬ者どもめ。もうよい、我が出る。来たな、毛利。これ結構遠くまで届くんだね、これ。へえ。どー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 。お隣様の手の内ともしれず。通常攻撃打って、その後この高波で発生すればいいのか。はい、情けなし。采配を振る始めようではないか。我が采配に敗服するなよ。きついね、隙ができるね。おまはんが何考えとるかは分からんが、戦に集中せんとろくなことにならん。我が采配、獅子孫孫まで語り継いだ。ほいほい。戦に犠牲はつきもの、苦にもならぬ。あぶねー。鬼の一刀、近飛びしゃい。いけるかな。ギリ削れんか。すべてが我が手の内よ。ほい。我の中ではすでに戦は終わっておる。出た、この地に。オッケー。所詮は我も駒の一つ。フフ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 フ。難しいな、ヨシヒロ。あの敵に当たんないと攻撃発生しないから。100年後じゃったら、おまはんもわしに勝てたかもしれんがの。チェイ。どうやってそれ刺してんの。プハよし、毛利撃破。武田が落ちたね。あ、本願寺行かんとな。
じゃあ本が続くか。で、ちょっと装備変えて、属性にしてみようかな。これ。ビリビリしてますね。まがまがしい感じでいきましょうか。で、軽減のやつ作るか。なんかクリティカルヒットとか上がったりしないのかな。なんか上がるやつとかないかな。属性攻撃による追加ダメージがアップする。クリティカルヒットのダメージがさらにアップする。ちょっとこれつけて一旦酒瓶でいこうか。使ったことないアイテム使ってみようぜ。新しい発見もあるかもしらんしな。さらにアップするってことはメリットしかないんでね。客が来たぞ。寝床は帰るの忘れた。まあいいや。筋肉了解。すべ、我ら筋肉隊。あー、上がってる気がするようなしないような。その強さ、一日何回腹筋差でありますか。上がってるような上がってないような。これは確率なのか。極楽浄土へ送るであります。何やキョルが。どうなんやろか。出た、賢者様の足らぬが仏。ほい、拙僧は金持ちであります。金持ちとか自分で言うんだね。悪く思うな、戦じゃ。なんかようわからんな、変化してんのか。義弘自体が元から強いから。妖怪よか。上がってるような上がってないような。あだね。ぐだるな。振り下ろして空振りしたら、なんか HP が知らん間に減っとるわ。次元流の水、ここに極まれる。師匠を忍んで腕立て100回開始。この空振りがちょっと、ね、だん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 。いいよかー。はいはい。拙僧は小金持ちであり。小金持ちであり。小金持ちってどうなの。旗をあげよう。この地、我が軍が制圧した。無理せ。銀一万回。はじめ。天女様、この方々を倒すのでありますね。よし、おかよか。その筋肉もんが、筋肉もんがトゥーラ。まあ4に比べてね、あの戦場時間は一戦場はそんなに時間かかんないから、一戦ね。まあどちらかといえば楽っちゃ楽よ。なんか縦塀壊れてない。あ、山田さんがやったのかな。よーかードーン。で次ね、仁王車来るんだよね。何、黄金車だっけ、何だっけ、黄金仁王車だっけ。あ、普通の仁王車だったわ。何も書いてなかった。おお、いて、高波結構入ってる気がするな。ちょっとね、怖い。よいしょ。
ッケー、お突進、突進、いて、そのモーション突進じゃないの、何突進からの、突進じゃねえ、とりあえず腕伸ばしてその後突進みたいな感じか、わかりづらお前、よいしょよいしょ、オッケー、もう仁王車はねめんどくさい、めっちゃ悪いけどめんどくさい、モン即進ブース、ブース、何回目やろ俺もこれ釣られてブースって言ったの、相変わらず強えな、まあ攻撃型だからね島津は、な敵としてもすごいね攻撃力高いからさ、たまにねやられる時あったよね、裏でね島津と戦う時蹴りを上げているであります、よし、敵将が赤子のごとく、さすがは大大将、さあボス戦かな、ちょっとどれ高波打っとくか、俺の全ては主よ、高波はる、高波破面しよう、あそんな広いところ逃げるとちょっと無理ですね、高波破面はできないです、おい本願寺さんやっほー、節操が金の力で何でも買うのじゃ、筋肉を買うのじゃ、生草坊主の、おーやるやん、カウンター、叩きつけるわい、本願寺カウンターなんか切られた気がする、金の音は極楽浄土の音で、あー勉強は良くなかねえ、これは俺の金だ、誰にも渡せねえ、いくらでもあるぞ、ほれいけろえ、よしこれでフィニッシュしたい、節操がこの世を金一色に出てやろう、ちょっとね隙がねあるから怖いよな、やばっ、こう振り下ろした時に発生しないからブスって後ろからやられそう、怖い怖い、チャッチャッチャッ、100年後じゃったらおまはんもわしに勝てたかもしれんがの、このおじいちゃん強いんです、じゃあここで一旦切ろうかな、うん、体力800、じゃあちょっと一旦切りまーす。